鈴木アルト鈴木アルトハ36型アルトは2014年より鈴木が製造販売するハッチバック型軽自動車。アルトの8代目にあたるモデルでセダンがハ 36S 型、バンがハ3 6ト型となる。セダンはマツダ向けに OEM 供給も行われており、同社では7代目 HB36S 型キャロルとして販売されている。 2019年には、鈴木のパキスタン市会社パック鈴木モーター車が 660cc 仕様のまま、カラチ近郊の同社工場での生産を開始し、初の海外でノックダウン生産される軽自動車になった。2014年12月22日に、アルトの8代目モデルとして発売された。このモデルは、原点回帰という考えのもと、初代アルトの商品力が強く意識されている。 初代アルトは47万円という低価格戦略によりヒットしたが、8代目アルトでは 650kg という軽い車重や市販車トップの 37.0kmL という数字の達成、またかつてのアルトのようなシンプルさを目標に開発された。先代である7代目モデルにはダイハツミライースに対抗するため低燃費に特化したモデルとしてアルトエコが設定されていた。 アルトエコの最終モデルの燃費は 35.0kmL であったが、8代目モデルでは、アルトエコの最終モデルをさらに 2.0kmL 上回る 37.0kmL の燃費性能を達成したため、燃費性能特化モデルのアルトエコはアルトへ吸収する形で廃止された。また、2015年3月11日には、ターボエンジン搭載のホットハッチモデル、 ターボ RS も追加されている。このモデルには2代目の途中から5代目、前期型まで設定されていたワークスの名称はついていないが、これはターボ RS がワークスよりもより多くの顧客に向けたモデルだからであり、よりスパルタンな位置づけのモデルが出るとしたらワークスの名称が使われるとも示唆されている。その後、同年12月24日にワークスが公式発表。 発売され、約15年ぶりに復活した。製造は、日本国内では、静岡県湖西市の湖西工場にて行われている。燃費性能は、全輪駆動を、CVT 車で市販車トップの 37.0kmL を達成している。この燃費性能は、8代目モデルの企画当初より、目標とされていたが、アルトという低価格を売りにする商品の性格上、 マイルドハイブリッドシステム s n ャージの採用は見送られた。8代目モデルに搭載されるのは従来、型同様直列3気筒 R06A 型だが、軽量化、小型化、高効率化が図られている。組み合わせられるトランスミッションは、グレードにより、CVT、5速、MT、そして鈴木の乗用車としては初めて採用される5速、AGS が設定される。 この5速、AGSR とは、燃費性能と購入者が、路上走行する人燃費が、ほぼ一致する。搭載される、R06A 型自然吸気エンジンは形式こそ、従来モデルと変わらないものの、シリンダーヘッドが、エキゾーストマニホールドとの一体型に刷新されており、それ以外にも、熱効率の向上のために圧縮比の向上や、外部 EGR の採用などが行われている。 これにより、出力、トルクの値は変わらないものの、燃費性能が向上し、同時に低中域トルクが向上している。また、5速 MT 車及び、バンモデルでは、コスト上の理由のために急配気 VVT が省略されており、出力、トルクの数字は小さくなっている。ターボ RS には、R06A 型のターボエンジンが搭載されるが、従来型の同エンジンに比べて、 最大トルクは 3NM 向上している。自然吸気エンジン同様に、シリンダーヘッドは、新設計となっており、またターボチャージャーも、新設計されて、低中速域重視のセッティングに変更され、ターボラグも20%改善している。ターボ RS のトランスミッションには5速、AGS のみが設定されるが、これは、ターボエンジン専用に、ギア比が変更されている。ワークスも、 ターボ RS 同様に R06A 型ターボエンジンを搭載するが、エンジン制御プログラムを採用した専用チューニングにより、最大トルクをターボ RS よりもさらに 2NM 向上し、100NM に強化。トランスミッションは VP や F 同様に5足 MT と5足 AGS の2種類が用意されており、5足 MT は1足から4足をクロスレシオ化し、 専用設計のショートストロークシフトを採用。また、クラッチペダルストロークに対して、トルク伝達がリニアに立ち上がる専用設計のクラッチ荷重特性とした。5速 AGS は変速スピードを短縮するために変速制御プログラムに専用チューニングを施した。また、ワークスの AGS 車とターボ RS には、シフトレバーにマニュアルモードを搭載しており、レバー操作や、 ステアリングホイールに装備したパドルシフトでシフトチェンジが可能である。軽量化のためプラットフォームは全面的に刷新されている。鈴木の軽自動車用プラットフォームとしては第5世代目にあたる。このプラットフォームは今後、鈴木の他モデルに採用していくもので、アルトが皮切りとなっている。このプラットフォームには後にハーテクトの名が付いた。従来、 フルモデルチェンジの際には、部分的に従来モデルの構造をキャリーオーバーするという事例が多く、そのため構造の結合部分が脆弱になっており、その補強のために車重がかさんでしまっていた。そのため、このモデルではプラットフォームを一から完全に新設計としており、軽量化を実現している。鈴木はおよそ30年間にわたり、軽自動車のリアサスペンションに、 アイソレーテッドトレーリングリンクと称する形式を採用し続けてきたが、このモデルでは全リンク車のリアサスペンションが市場における主流の方式であるカップルドビームタイプのトーションビーム式に刷新された。この変更は軽量化、コストスペース効率、走行性能など総合的な検討の結果行われており、またあるとより採用された新プラットフォームが、 軽自動車だけでなく A セグメント車への展開も想定されており、その点からもトーションビーム式が適切だと判断された。さらに、X、ターボ RS、ワークスの前輪駆動車にはリアスタビライザーが追加される。フロントサスペンションはマクファーソンストラット式を継承するものの、こちらも設計は刷新されており、サスペンションストロークを全15% 26増大するることで乗り心地の改善が図られているターボ RS やワークスはサスペンションに専用チューニングを施し、KYB 製の専用ショックアブソーバーが採用されているほか、ターボ RS では物種類もすべて専用設計となっている。軽量化のため、ボディの980波級高調力後半の 使用率を全体の16%まで引き上げており、これにより強度を保ちながら板厚を薄くすることでボディシェル重量は約15%軽量化されている。また構造も見直されたことにより曲げ剛性やもじり剛性はそれぞれおよそ30%向上している。ターボ RS ではストラットタワーバーの採用や光合成フロントメンバーの採用、 スポット溶接28点増し打ちなどにより、さらに構成を高めている。また、樹脂製フェンダーの採用などの軽量化策も取られており、従来比で 60kg の軽量化がなされた。タイヤサイズは、X、ターボ RS、ワークスは165、55R15 で、それ以外のグレードには145、80R13 となる。また、 13インチタイヤ装着車のうち、バン、VP のみ、フルホイールキャップが装着されず、15インチタイヤ装着車には、円形製アルミホイールが装着される。13インチ車には、ダンロップエナセーブ EC300 が、X には、ブリジストンイコピア EP150 が、ターボ RS、ワークスには、ブリジストンポテンザ RE050A が装着される。リアブレーキは、 全車リーディングトレーディングだが、フロントブレーキはターボ RS とワークスがベンチレーテッドディスクブレーキで、それ以外のグレードはソリッドディスクとなる。また、5AGS 車と CVT 車はインパネシフトを採用した。安全装備については、アルトでは初となるレーダーブレーキサポートをはじめ、誤発進抑制機能エマージェンシーストップシグナルが導入され、 ワークスの 5AGS 車及び X とターボ RS に標準装備 LS 及び F とバン、v p の 5AGS 車にレーダーブレーキサポート装着車としてオプション設定した。これによりバン、v p のレーダーブレーキサポート装着車は商用車初となる ASV となったが2019年7月2日 現在、VP でそのオプションが廃止されてしまっている。その他、7代目までは、グレード別設定だった4輪 ABS やアルトでは、初採用の ESP は、ターボ RS や、ワークスを含めたセダン全車に、標準装備。4輪 ABS のオプション設定自体がなかった、バン、VP についても4輪 ABS や ESP が、標準装備されている。さらに、 セガン前車には運転席のみだったシートベルトリマインダーを助手席にも拡大した。2018年12月の一部仕様変更では、常用モデルにおいて衝突被害軽減ブレーキがレーザーレーダーに単眼カメラが搭載されたデュアルセンサーブレーキサポートとなり、合わせて車線逸脱警報機能、フラつき警報機能、先行車発進お知らせ機能、 ハイビームアシストが追加。合わせて、リアバンパーに4箇所の超音波センサーが内蔵された、ことで、後退時の衝突被害軽減ブレーキとなる後退時、ブレーキサポートやリアパーキングセンサーも備わり、誤発進抑制機能は前方に加えて後方にも追加された。これらの装備は、従来から標準装備されているワークスの AGS 車と X に加え、S にも、 標準装備化された。F の後 AGS 車と L は従来通りオプション設定だが名称が鈴木セーフティサポートに改められた。なおエマージェンシーストップシグナルはセットオプションから切り離され従来設定されていなかった F やワークスの後 MT 車を含めて常用モデル全グレード標準装備となった。この衝突被害軽減ブレーキの変更に伴いバン。 VP は2019年7月の仕様変更で、衝突被害軽減ブレーキ、誤発進抑制機能、エマージェンシーストップシグナルが非装備となった。その他、ステアリング機構には、軽自動車で初となる、可変ギアレシオステアリングを採用し、フロントドアには1段目の開き幅を小さくした、中間二段ストッパーを採用した。ターボ RS2015 年12月。 販売型ワークス2014年12月販売型 X2 トーオンバックドアシオリアアルトは伝統的に女性の顧客が多く特に6代目や7代目アルトのデザインは女性が強く意識されていたしかし競合者との差を埋めるために新規顧客の獲得が必要となり8代目アルトは男性にも女性にも向いたデザインとなるように意識されている特に デザイナーの鈴木四輪デザイン部企画管理課、チーフデザイナー、内山和文が、我々の先輩が、初代アルトを、どのような気持ちで作ったのか。それをヒントにしながらこの車をデザインしたと語っている、通り、原点回帰というコンセプトのもと、初代アルトにあったシンプルさを変えるみ、ターゲットを絞らないデザインが目標とされている。元々のデザイン案としては、 先代モデルの雰囲気を残したものなどもあったが、結局は大きくイメージの変わったデザイン案が新鮮さを評価されて採用されている。特にヘッドランプは目力の強さが意識されており、ヘッドランプを囲むメガネをモチーフとしたヘッドランプガーニッシュ、メガネガーニッシュも採用されている。なお、このデザインに関して日刊工業新聞は、 和田里氏をデザイナーとして起用していると報じているが、鈴木は、この件については肯定も否定もしていない。パッケージングの面では、室内空間の拡大が重視され、前後リアオーバーハングを詰めることで、ホイールベースは、先代モデルよりも 60mm 延長されて 2460mm となっている。これにより、 室内長が 145mm 延長されて 2040mm となり、前後上員間距離が 85mm、長い 900mm となっている。また、空力性能改善による燃費性能の向上のため、前高は 45mm 低くなっている。この点に関しては、室内空間への犠牲が有料されたが、エクステリアのプロポーションを考慮しても、 全高を下げた方が良いと考えられ、実現している。また、乗降性を向上するため、ヘッドクリアランスを確保しつつも、前席の着座位置は 20mm、後席は 5mm それぞれ上昇している。インテリアは、軽量化への貢献のため、部品点数を抑えることが重視されて設計されている。エクステリアに合わせるように、インテリアのデザインは、非常にシンプルなものとなっており、 ズキのモデルに多い助手席トレイを装備しないことでシンプルさを演出するとともに足元空間も広げられている。またフロントシートはヘッドレスト一体型となったほかリアシートについては一部グレードに設定されていた分割化工式がなくなり全グレード一体化工式となった。ターボ RS やワークスでは内外装のデザインが標準車と差別化されている。 外装では、ターボ RS は、カラードドアミラーや、ターボ RS ロゴ入りのボディサイドデカール、バンパーロアガーニッシュ、ルーフエンドスポイラーに赤いアクセントが施される。ワークスは、ヘッドランプに、ブラックメッキが、バンパーロアガーニッシュにガンメタが、フロントブレーキキャリパーに、赤色が、ワークスロゴ入りのボディサイドデカールは、黒色が施されるほか、フロントバンパーには赤字で、 ワークスのロゴが入ったカーボン調、アッパーガーニッシュが追加される。内装では、セダンやバン、VP が、ダークグレーとアイボリーの2トーンを採用している。一方で、ターボ RS はブラック基調になっており、部分的に赤いアクセントが追加されている。ワークスもブラック基調で、部分的に赤いアクセントを追加しているほか、ステンレス製、ペダルプレートを追加している。また、 シート形状も変更されており、ターボ RS では専用表皮となり、サイドサポートも追加。ワークスはフロントに専用設計のレカロシートを採用する。なお、F、L、S よび版、VP に装備されているフェンダーサイドターンランプのレンズが歴代では4代目以来、現在の軽自動車規格のアルトでは初となるアンバー色となった。ボディカラーは 7代目から継続設定される4色に他の鈴木社に採用されているフィズブルーパールメタリックやパールホワイト、新黄色であるピュアレッドやシフォンアイボリーメタリックを加えた8色が用意される。白系色はグレードにより異なり F、L、S はスペリアホワイト、X、ターボは RS、ワークスはパールホワイトとなり、バンモデルは S 以下のグレードと同じ。 スペリアホワイト一色のみの展開となる。ホットハッチモデルであるターボ RS はパールホワイト、ピュアレッド、ブルーイッシュブラックパール3の3色、ワークスはターボ RS と同一のカラーバリエーションに専用色のスチールシルバーメタリックを加えた4色をそれぞれ設定する。2016年12月に初代モデルからの国内累計販売台数が 鈴木社発の500万台達成を記念し、3代目、アルトラパン設定色である、フレンチミントパールメタリック、コフレピンクパールメタリック、ホームベージュメタリックの3色が、L、S 専用の特別設定色として追加された。さらに、X は一部のボディカラーに限り、バックドアをミディアムグレーに変更した2トーンカラー仕様、2トーンバックドア仕様もオプションで設定されていた。 2018年12月の一部仕様変更では、アルトは内装色が変更となり、シート表皮色をネービーに、インパネットドアトリムガーニッシュの色をグレージュにそれぞれ変更するとともに、X に設定されていた、にトーンバックドア仕様を廃止。ワークスはボディカラーが一部変更となり、ピュアレッドを廃止する代わりに、新たな専用色として、すでに他の車種で設定されている。 ブリスクブルーメタリックが追加設定された。アルト版 VP グレード構成としては4ナンバー登録となるバンモデルの VP、そして乗用車モデルとしては下から F、L、S、X、そしてターボエンジンを搭載するスポーティーモデルのターボ RS とワークスの全7グレードが設定される。全グレードで 全輪駆動車と4輪駆動車のいずれも選択でき、トランスミッションは VP、F、ワークスには5足、MT および5足 AGS が、ターボ RS には5足 AGS のみが設定され、それ以外のグレードは全車 CVT となる。バンモデルの VP のみ樹脂バンパーで、それ以外はカラードバンパーが装着される。また、L 以上のグレードではカラードドアハンドルが、 S, S 以上のグレードでは、カラードドアミラーが装着され、X、ターボ RS、ワークスでは、ドアミラーが、LED サイドターンダンプ内蔵、リモート格納オフとなる。ホイールは、X、ターボ RS、ワークスが15インチアルミホイールで、S 以下のグレードは13インチのスチールホイールとなる。バン、VP は、手動式ウィンドウ、AM、FM ラジオ、スペアタイヤ、 センターキャップなどを装備。F ではフロントにスピーカー、フロントパワーウィンドウ、ラゲッジアンダーボックスなどが追加され、オーディオは CD プレイヤーとなる。L ではエコクール、リアパワーウィンドウ、エネチャージ、アイドリングストップシステムなどを追加。S では電動格納式、リモコンドアミラー、運転席、助手席、バニティミラー。 運転席、シートリフター、リアシートヘッドレスト、スモークガラスなどを追加、X では、キーレスプッシュスタートシステム、チルトステアリング、イモビライザーなどが追加され、エアコンがフルオートタイプに、アンテナがルーフタイプにそれぞれ変更される。ターボ RS、ワークスでは前日の通りそれぞれの専用の各種内外装パーツが追加されるほか、ディスチャージヘッドランプ、 マルチリフレクターハローゲンフォグランプ、オートライトシステム、タコメーター、パドルシフトなどが装備され、オーディオレス仕様となる。さらに、ターボ RS は、助手席シートバックポケットが、ワークスはメーター内に、ターボ下吸圧が高くなった時に白から赤に変化する、ブーストインジケーターがそれぞれ装備する。また、 ディーラーオプションの純正アクセサリーにて鈴木では三車種目となる 200mm ワイドディンサイズのカーナビゲーションに対応したオーディオ交換ガーニッシュが用意されており装着することで 200mm ワイドディンサイズカーナビゲーションの装着が可能となるアルトターボ RS コンセプトありがとうございます